偉大なキム・イルソン主席の生誕105周年記念中央報告大会が14日、平壌体育館で行われました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官である労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩元帥が大会に臨席しました。キム・ユンナム、ファン・ビュンソ、パク・ポンジュ、チェ・リョンヘの各同志をはじめ、党と国家、軍隊の幹部と記念行事の代表、党、武力、各省、中央機関の人、朝鮮人民軍と朝鮮人民内務軍の軍人、平壌市内の機関、工場、企業の人、主席に会ったことのある人、ゆかりのある人、革命家の遺族、勤労者、海外朝鮮人の太陽節祝賀団と代表団、海外朝鮮人、反帝民族民主戦線平壌支部代表が出席しました。中朝外交及び国際機構の代表、大使館付き武官、訪朝客が招かれました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員の朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会キム・ヨンナム委員長が記念演説を行いました。記念演説では、キム・イルソン主席が生誕した主治1年、1912年4月15日は、朝鮮民族の歴史にかつてなかった幸運の日、希代の天が生んだ偉人を迎えた革命的な大きな喜びの日である。主席は困難かつ試練に満ちた朝鮮革命を先頭で導いて、主治の朝鮮の永遠なる勝利と繁栄のための万年の富を築いた不世出の偉人である、こう述べ、主席の革命的生涯と業績に触れました。そして、代々革命的で愛国的な万元での家紋に生まれた主席は、10代にして国と民族の運命を救う大志を抱き、革命の道に立った。革命は人民の力に依拠し、自国の実情に合わせてするべきだという土の原理、強力な自由に民族の自主独立も、革命の勝利もあるという戦軍革命の原理を明らかにし、不滅の土思想、戦軍思想を創始した。確固たる主体的立場で革命闘争の各段階と社会主義建設のすべての部門、すべての分野の理論実践上の諸問題を全面的に解明している。国家的広報も正規軍の支援もない最悪の条件の下で日程を打ち倒して、国の解放の歴史的意義を成し遂げ、小銃と原子爆弾の対決といえる厳しい祖国解放戦争を勝利へと導いた。党と国家、軍隊づくりの歴史的意義を輝かしく実現し、革命発展の要請に即して、党と国家、軍隊を社会主義建設の強力な政治的武器として強化発展させた。国の統一を最大の愛国意義を、民族史上の課題とし、革命的生涯を閉じるまで、国の自主的統一のために全てを尽くした。エネルギッシュな対外活動で、共和国の国際的地位と影響力を著しく高め、対外関係を拡大し、発展させただけでなく、反帝自主、社会主義のために戦う各国の人民を誠意を持って助け、世界の自主意義を先導した。主席が成した一番の業績は、革命偉業の継承問題を輝かしく解決して、土の革命偉業をあくまで継承し、完成する揺るぎない保証をもたらしたことである。偉大なキム・イルソン主席が切り開いた北東の革命偉業は、偉大なキム・ジョンウン総書記によって力強く前進し、今、敬愛する最高指導者、キム・ジョンウン元帥の導きのもと、新たな歴史の転機を迎えている。キム・イルソン主席の思想と業績を万年の土台にして、朝鮮革命をさらに高い段階へと前進させ、社会主義偉業をあくまで完成しようと述べました。朝鮮人民軍最高司令官金正恩元帥が、偉大なキム・イルソン主席の生誕105周年に際して、14日、朝鮮人民軍指揮メンバーの階級を上げることについての命令、第00136号を下しました。命令によりますと、リ・ヨンギルさんとソー・ホンチャンさんの階級が陸軍大将に、ウィ・ソン・イルさんほか9人の階級が陸軍上将に、
リム・バンギルさんほか4人の階級が陸軍中将に、カンスさんの階級が陸軍少将に上がりました。敬愛する最高指導者金正恩元帥に、偉大な金正主席の生誕105周年に際して15日、反帝民族民主戦線中央委員会から祝賀の手紙が送られました。手紙は、金正主席の80年余りの生涯は、卓越した思想と抜きんでた指導、気高い人徳で土の革命偉業を輝かしい勝利へと導いた傑出した指導者、祖国愛、民族愛、人民愛で胸を燃やし、国と民族の尊厳と栄光を最高の境地に至らしめた不世出の愛国者の聖なる一生だった。主席が切り開いた土の革命偉業は、祖先民族が生んだまた一人の不世出の偉人である偉大な金正恩総書記によって成功一路をたどってきた。現代の最も偉大な抜きんでた指導者である敬愛する金正恩元帥を文学の総帥に仰いだのは、祖先民族にとって光栄幸運の至りだ。主席と総書記の国の統一の尊い愛国遺産があり、天が賜った北東の名将である金正恩元帥の正しい導きがあるので、民族の悲願である国の統一は必ず成し遂げられるだろう。祖先民族が統一強国で幸せに暮らす歴史の日は必ず来るだろうと書いています。敬愛する最高指導者金正恩元帥に、太陽節にちなんで在日本祖孫人総連合会中央常任委員会から祝賀の手紙が送られました。手紙は、偉大な金正恩大元帥は不滅の土思想で時代と革命の行く手を照らし、現代史を自主の軌道に乗せた傑出した思想家、理論家、偉大な実践家であり、一世紀に強大な両帝国主義を打ち倒して人民の運命を救い、自主自立自衛の必勝腐敗の強国を打ち立てた民族再生の恩人、社会主義著存の始祖である。偉大な金正恩大元帥が資源を開き、偉大な金正恩大元帥が労苦の限りを尽くして導いた著存総連の愛国偉業は、今もう一人の北東さんが生んだ偉人で、鋼鉄の総帥である敬愛する金正恩元帥を仰ぐことにより、新たな発展の段階に入り、金日成大元帥と金正日大元帥が在日朝鮮人と結んだ熱い情と血縁の歴史は変わりなく流れている。土の異様の最高指導者であり、朝鮮総連と在日朝鮮人の優しい父である敬愛する金正恩元帥の健康を心から祈ると述べています。敬愛する最高指導者金正恩元帥に、偉大な金正恩主席の生誕105周年に際して15日、在中国朝鮮人総連合会から祝賀の手紙が送られました。手紙は、10代にして国と民族の運命を一身に担い、革命の塔に就いた金正恩主席は、革命を導く人気観、卓越した思想と抜きんでた指導、気高い人徳をもって国と民族、時代と歴史に不滅の業績を残した。主席の不滅の革命思想と業績は、偉大な金正恩総書記の下でさらに燦然と輝き、この地に金日成朝鮮の新たな繁栄の時代が開かれた。太陽民族が迎えたまた一人の不世出の偉人である金正恩元帥がいて、土の革命偉業は世紀を継いで輝き、聖なる太陽の歴史は変わりなく続いている。朝鮮民族の最高指導者で中国に住む朝鮮人の優しい父である金正恩元帥の健康を心から祈ると書いています。太陽節に際して敬愛する最高指導者金正恩元帥に、メキシコ労働党から贈り物が贈られました。訪朝したメキシコ労働党代表団団長のアルベルト・アナヤ・グティエレス全国指導者が14日、朝鮮労働党中央委員会政治局委員の朝鮮労働党中央委員会リスヨン副委員長に贈り物を手渡しました。敬愛する最高指導者金正恩元帥に、太陽節に際してイラン・イスラム連合党から贈り物が贈られました。訪朝中のイラン・イスラム連合党代表団団長の
ピエロ・ミフディ・ジュライ第一副書記長が14日、朝鮮労働党中央委員会政治局委員の朝鮮労働党中央委員会リスヨン副委員長に贈り物を手渡しました。敬愛する最高指導者金正恩元帥に、訪朝中のイタリア国会上院外交委員会書記長一行から贈り物が贈られました。14日、アントニオ・ラチ書記長が、朝鮮労働党中央委員会政治局委員で、朝鮮労働党中央委員会副委員長の、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議外交委員会リスヨン委員長に贈り物を手渡しました。太陽節に際して敬愛する最高指導者金正恩元帥に訪朝した土思想国際研究所事務局長一行、日本キム・イルソン・キム・ジョンイル主義研究会代表団から花籠が、土思想国際研究所の理事長事務局長、欧州地域土思想研究会理事長、ロシア・キム・イルソン・キム・ジョンイル主義研究所代表団、ロシア・キム・ジョンスク女性同盟代表団、モンゴル自主的発展のための北東山協会代表団、スイス南部地域土思想研究会代表団、土思想研究フィンランド全国委員会代表団、インド土哲学研究委員会委員長、土思想及び戦軍政治研究ネパール記者協会会長から贈り物が贈られました。元帥に贈る花籠と贈り物が14日、関係者にそれぞれ手渡されました。同じ日、元帥に贈るイギリス戦軍政治研究会、イギリス土思想研究会、イギリス朝鮮友好協会共同名義の贈り物が手渡されました。敬愛する最高指導者金正恩元帥に太陽節に際して、キム・イルソン主席の生誕105周年記念日本京都代表団から花籠が贈られました。文化・学術・市民交流を促す日朝友好京都ネット副会長の安井勉団長が14日関係者に花籠を手渡しました。敬愛する最高指導者金正恩元帥に太陽節に際して14日キム・イルソン主席の生誕105周年及び金正日将軍の誕生75周年記念日本準備委員会、日本朝鮮の自主的平和統一を支持する長野県民会議、日朝学術教育交流協会、日朝友好四国連絡会、日朝友好広島県民の会、朝鮮との友好協会から花籠が贈られました。またこの日、金正恩元帥に日本の金丸信元副首相の遺族から花籠が贈られました。朝鮮労働党出版社から革命逸話の全書キム・イルソン逸話集第11巻が出版されました。新刊に土37年1948年9月から土38年1949年7月まで偉大なキム・イルソン主席が朝鮮民主主義人民共和国の創建直後、自律的な民族経済の土台をしっかり築き、朝鮮人民軍を無敵必勝の軍隊に強化発展させるための活動を組織し、導いた日々に綴られた革命逸話が4つの章に分けて収録されています。太陽節に際して、赤道ギニア共和国のオビアン・ヌゲマ・ムバソゴ大統領から花籠が贈られ、14日、マンスデの丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の銅像に捧げられました。土思想国際研究所の小上健一事務局長一行が太陽節に際して14日マンスデの丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の銅像に献花し敬意を表しました。一方この日主席と総書記の銅像にチンダルレ児童基金のチンダルレ・サファリニー会長から贈られた花籠が捧げられました。キム・イルソン主席生誕105周年記念日本京都代表団、総連活動家代表団をはじめ訪朝客と海外朝鮮人が14日マンスデの丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の銅像に献花し敬意を表しました。
14日、マンスデ議事堂で、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会、キム・ヨンナム委員長が、太陽節に際して訪朝している、土思想国際研究所のラモン・ヒメネス・ロペス理事長、小上健一事務局長をはじめ、土思想研究組織代表団団長と代表に会い、懇談しました。14日、平壌のマンスデ議事堂で、各国の土思想支持者に、朝鮮民主主義人民共和国の勲章とメダルを授ける儀式が行われました。最高人民会議常任委員会、本尊国書記長と関係者、太陽節を迎えて訪朝した土思想国際研究所のラモン・ヒメネス・ロペス理事長、小上健一事務局長をはじめ、土思想研究組織代表団と代表がこれに出席しました。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会の政令が伝えられた後、土思想の研究と普及活動を活発に繰り広げて、世界の自主引用に大きく貢献した土思想研究ベナン全国委員会のヘス・コホビ委員長と、日本キム・イルソン・キム・ジョギル主義研究全国連絡会の家政治共同代表に、新前勲章第2級が、7人の土思想支持者に新前メダルがそれぞれ授けられました。社会主義著存の始祖で、共和国の永遠なる主席である偉大なキム・イルソン主席の生誕105周年記念報告大会及び報告会が14日、各道、市、軍、連合企業で行われました。地元の党、政権機関、勤労者団体、工場、企業の人、各階層の勤労者が参加した報告大会及び報告会では、各機関の責任者が記念演説をしました。偉大なキム・イルソン大元帥の生誕105周年記念、朝鮮少年団全国連合団体大会が14日、平壌で行われました。大会に各道の少年団の代表と平壌の生徒たち、朝鮮少年団に入団する生徒たちが参加しました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のチェ・リョンヘ党中央委員会副委員長と関係者、青年同盟の活動家、戦争参加者、功労のある人たちが大会に招かれました。大会では、青年同盟中央委員会のチュン・ヨンナム第一書記の記念演説に次いで、朝鮮少年団の入団式がありました。チェ・リョンヘ副委員長が音頭を取り、少年団に入団する生徒たちが宣誓しました。戦争参加者、功労のある人たちなどが生徒たちの首に赤いネッカーチーフを結んでやり、少年団のバッジをつけてやりました。その後、祝辞がありました。意義深い太陽節に際して14日、リニューアルされた観音堂12月6日少年団キャンプ場の竣工式が行われ、道内の人、キャンプ場の教職員、勤労者、青少年が参加しました。敬愛する最高指導者、金正恩元帥の配慮による、流年通りの住宅入居証書を授ける集いが、14日、キム・イルソン総合大学の体育館で行われました。集いには、朝鮮労働党中央委員会政治局委員のチェ・テボク党中央委員会副委員長、朝鮮労働党中央委員会政治局委員候補である、労働党の平壌市委員会キム・スギル委員長と関係者が出席し、キム・イルソン総合大学の教職員、旅面通りに住むことになる教員、研究者、住民が参加しました。敬愛する最高指導者、金正恩元帥は、万里馬時代の大記念碑的創造物として見事に建てられた旅面通りの住宅入居証書を、キム・イルソン総合大学の教員、研究者と、立ち退き家屋の住民にまず授けるよう配慮しました。共和国で太陽節記念の小型シート一種と切手一種が新しく発行されました。敬愛する最高指導者、金正恩元帥を労働党と国家の主位に推挙してから5周年になることを受け、総連中央写真展が11日から14日まで東京にある朝鮮会館で行われました。
総連中央常任委員会の法上万議長と副議長、総連の中央団体事業体の責任者、関東地方の総連本部委員長、在日本諸村青年同盟と女性同盟、教職員同盟をはじめ各団体の人たちが展示会を見ました。太陽節に際してロシアのサンクトペテルブルク市のレニングラード金属工場で10日、偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンウン総書記の訪問を記したパネルの除幕式がありました。パネルには諸村民主主義人民共和国のキム・イルソン主席が1961年10月24日、レニングラード金属工場を訪れた。諸村民主主義人民共和国国防委員会の金正日委員長が2001年8月6日、レニングラード金属工場を訪れたという文が、諸村語とロシア語で書かれています。サンクトペテルブルク駐在ロシア外務省代表と、市政府対外連携委員会第一副委員長、シロビエマ市に公開株式会社第一副総社長など各界名士と市民多数、ロシア駐在諸村特命全権大使と関係者が除幕式に参加しました。除幕式では記念演説がありました。ついでシロビエマ市に公開株式会社第一副総社長と諸村特命全権大使がパネルを除幕し、参加者がパネルの前に花かごと花束を捧げました。14日、諸村労働党中央委員会が太陽節に際して訪朝中のメキシコ労働党代表団のための宴会を設けました。宴会にアルベルト・アナやグティエレス全国指導者率いるメキシコ労働党代表団の人たちが招かれ、諸村労働党中央委員会政治局委員の諸村労働党中央委員会リスヨン副委員長と党中央委員会の人たちが同席しました。14日、諸村労働党中央委員会政治局委員の諸村労働党中央委員会リスヨン副委員長が太陽節に際して訪朝したアルベルト・アナやグティエレス全国指導者率いるメキシコ労働党代表団に会い懇談しました。14日、諸村労働党中央委員会政治局委員の諸村労働党中央委員会リスヨン副委員長が太陽節に際して訪朝したセイド・メフディ・ジュライ第一副書記長を率いるイラン・イスラム連合党代表団に会い懇談しました。諸村労働党中央委員会政治局委員で諸村労働党中央委員会副委員長の諸村民主主義人民共和国最高人民会議外交委員会リスヨン委員長が14日、太陽節に際して訪朝したイタリア国会上院外交委員会のアントニオ・ラチ書記長一行に会い懇談しました。太陽節に際して14日、諸村社会科学者協会が土思想研究組織の代表団と代表のために、平壌古旅ホテルで宴会を催しました。宴会には、土思想国際研究所のラモン・ヒメネス・ロペス理事長一行、土思想国際研究所の小上健一事務局長一行をはじめ、土思想研究組織の代表団と代表が招かれました。諸村労働党中央委員会キム・ギナム副委員長と関係者が同席しました。偉大なキム・イルソン主席の生誕105周年に際して12日、中国駐在諸村大使館で宴会が催されました。宴会には中国人民政治協商会議全国委員会の大川瑞副主席をはじめ関係者が招かれました。諸村のパク・ミョンホ中国駐在臨時代理大使と大使館員が同席しました。一方、10日中国駐在各国外交代表のための宴会が諸村大使館で行われました。太陽節に際して訪朝したネパール連合民族社会主義党代表団、バングラデシュジャティア党代表団、イタリア国会上院外交委員会書記長一行をはじめ訪朝客が14日、キム・イルソン主席生誕の地、マンギョンデを訪れました。またこの日、ネパール連合民族社会主義党代表団、
バングラデシュジャティア島代表団、イタリア国会上院外交委員会書記長一行は、著存革命博物館も見ました。第5回4月の春人民芸術祭の参加者が、科学技術殿堂、自然博物館と中央動物園を見学しました。太陽節に際して、著存総連中央常任委員会、ソン・ドンフィ副局長を率いる総連活動家代表団が14日、空路平壌入りしました。太陽節に際して、ブラゴヴィシチンスク・キミルソン・キム・ジョギ主義研究会のアレクセイ・ドンチェンコ会長を率いるロシアのアムール州・キミルソン・キム・ジョギ主義研究会代表団が14日、空路平壌入りしました。太陽節に際して、抗日革命闘争にゆかりのある中国の江新一さんの遺族と、小越さんの遺族一行、中国に住む梁孫龍さんの遺族一行、そして国際主義戦士、ノビチェンコさんの遺族一行が14日、空路と列車で平壌入りしました。以上をもちまして、この時間のニュースを終わります。菅総理がお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。この太陽は永遠なり。世界が認める一番の偉人である偉大なキム・イルソン主席の生誕日の太陽節、その105周年になる日が訪ねてきました。朝鮮の津々浦々は先を競って咲き乱れる花々で埋もれ、世界の多くの国々から太陽節を記念する人々の熱い思いが寄せられています。朝鮮人民だけでなく世界の進歩的な人々が熱い人間愛で生涯を燃やしたキム・イルソン主席を永遠に忘れずにいるのです。愛情の揺乱。わらぶきの家は偉大なキム・イルソン主席の生家です。軒の低い家ですが、偉人の勇姿が秘められ、偉人の人生の第一歩が刻まれているマンギョンでの生家を、朝鮮人民はもとより世界の人々がひっきりなしに訪ねています。20世紀の初め、朝鮮のどこでも見かけることのできるあまりにも質素なこのわらぶきの家は、キム・イルソン主席にとって両親をはじめ一家の愛情が秘められ、故郷と祖国への愛情を育ませた洋蘭そのものでした。その愛情を胸に、10代の幼い年に国の解放のための戦いの道を歩み始めたキム・イルソン主席は、世界人民の行く手を示す不滅の父思想を創始し、日米両帝国主義を打ち砕いて人民大衆中心の社会主義の国を打ち立てました。まさに主席の生涯は、朝鮮に人民愛の大きな花園をもたらした偉大な愛情の生涯でした。国と人民のため生涯を燃え尽くしたキム・イルソン主席の祖国愛、民族愛の源について語るマンギョンでの聖歌。人間が持つべき真の愛情が何かを教えたとすこの家を、人々は心のふるさとと呼んでいます。それで太陽節の日に革命の聖地マンギョンで訪れたロシアのスウェシュニコフ国立アカデミー合唱団の人たちは、聖歌の庭でキム・イルソン主席が熱い祖国愛と人民愛を込めて作った歌、ふるさとを思う歌を歌いました。窓に出て涙ぐみ、さあお行き、その言葉、ああ耳を打つ。
ペドン川麗しマンギョンで懐かしや山や川開放の晴れの日にああ帰らん。万人を抱き込むその元で偉大なキミルソン主席は生涯を通して延べ130数カ国の7万人余りの外国人に会いました。その中には元大統領や国王、一般の知識人や芸術家、社会活動家と政治活動家もいます。この人たち皆への主席の愛情はいつも熱く真実のものでした。カンボジアのノロドムシアヌーク大王と元チュチュ思想国際研究所理事長であった安井カオルさん、中国の張塚さん遺族をはじめ、思想と政治的見解、心境と言語、国と民族に関わらず自主性を目指す人であれば温かく包み込んだ主席でした。一度縁を結んだ人は本人はもちろんその家族にも温かい恩情を施した主席の崇高な国際主義についての話は今も人々を感動させています。それで主席に会ったことのあるフランスのフランソワ・ミッテラン元大統領は、キム・イルソン主席は偉大な国家指導者であった、主席は第二次世界大戦後から今日まで活躍した偉人の中でナンバーワンの偉人であったと称え、ジミー・カーター元アメリカ大統領は、キム・イルソン主席はアメリカの建国と運命を代表するというジョージ・ワシントン、トーマス・ジェファーソン、エイブラハム・リンカーンの3人の大統領を合わせたよりもっと偉大な方であると言いました。万人を抱き込む愛情を持つキム・イルソン主席なので、自主の時代の偉大な指導者、太陽として世界の人々から敬慕されているのです。熱い敬慕の念、限りない称賛。この新聞トラバハドレスは、世界中で敬慕されるキム・イルソン主席という記事で、キム・イルソン主席に各国の党首と元首、政界、社会界、実業界の多くの人々から贈り物が贈られた。贈り物の数も驚くべきことだが、なお驚いたのは他界した後も主席に引き続き贈り物が贈られていることだ。逝去した後も国家元首に贈り物が贈られる国は祖孫しかないと述べています。贈り物だけではありません。集計によりますと、キム・イルソン主席が逝去した後10年間だけでも、各国と国際機構から最高勲章、連帯勲章、金メダル、名誉市民メダル、天才賞など30点余りの勲章、メダル、賞と名誉アカデミー会員、名誉教授、名誉博士、名誉市民の称号をはじめ20点余りの名誉称号が授けられました。主席に授けられた勲章とメダル、賞、名誉称号、そして真心こもる贈り物は、その内容において多様で豊かであるばかりか、慣例を外れた特例のものです。これは偉大な愛情の力で自主化された世界のための人民の戦いを導いてきた偉大なキム・イルソン主席への永遠なる称賛の結晶なのです。今後の有名な歌手であるルイス・アンドレ・ヌゴマさんは、主席への心からの敬慕の念を込めて歌偉大なキム・イルソン主席を創作しました。キム・イルソン主席は永遠に生き続けます。主席に敬意を表します。主席が成した業績によって主席は生き続けます。祖孫は偉大な太陽の国、今後人民は太陽を歌います。その通りです。愛情を注ぐ太陽は永遠のものです。
人間愛の根源である偉大なキム・イルソン主席は世界人民の心の中に位置づけるでしょう。愛情を注ぐ太陽は永遠なり、特集をお送りしました。その配慮が忘れられません。産科病院の平壌産院の副院長、人民医師の称号を受けたパク・ソンスクさんの手記です。民族一番の祝日である4月15日の偉大なキム・イルソン主席の生誕日を迎えるたびに、人民皆の優しい父であるキム・イルソン主席にまみえた忘れがたい日々のことが思い起こされます。平成57年、1968年10月28日は、私が初めて主席に会った忘れがたい日です。この日、キム・イルソン主席は、国から供給された制服を着た子どもたちが見たいと言って、私たちを身近に呼びました。喜びに包まれている私たちに主席は、新しい服が気に入るか、靴は合っているかと聞き、私の靴先まで直接押してみました。幼い私でしたが、胸にじんとくるものがありました。主席の優しい姿が父の姿と重なり、何とも言いようのない気持ちでした。国中の子どもたちに一斉に新しい服を着させても安心できず、余裕のない時間のやりくりをして、服を着た私たちの姿を詳しく見た主席への感謝の念で胸はいっぱいになりました。主席に会った後、私は時間を惜しんで一生懸命勉強しました。主席の望む立派な人になろうと決心したのです。その後、私は再び主席に会いました。朝鮮人民と世界の進歩的な人々に心から敬慕される主席の生誕59周年になる平成60年、1971年4月15日のことでした。その日、私は光栄にもクラスメートたちと一緒に真心尽くして用意した花籠を主席に捧げました。明るい笑みをたたえてお祝いの挨拶を受けた主席は、どの学校から来たか、親は何の仕事をしているか優しく聞きました。花籠を見ては、本当に立派な作りだ、花がみな揃っている、子どもたちが自ら作ったというが専門家に劣らぬ腕だと褒めました。そして会った記念に写真を一枚撮ろうと言いました。その言葉に私たちは歓声を上げ、小躍りして喜びました。主席は子どもたちが持ってきた花籠を前に写真を撮ろうと言い、身近に私たちを立たせました。こうして私たちは主席と一緒に記念写真を撮りました。まさに夢のような瞬間でした。撮影が終わると主席は、今日撮った写真を必ず送ってあげると約束しました。その約束を忘れず、後日は写真を送ってくれました。まさにキム・イルソン主席は、新しい世代のためには何も惜しまない優しい父でした。そのもとで私は希望通り、当時の平壌医科大学を卒業して、産科病院の平壌産院に入りました。そして三つ子や四つ子の担当医として、次の世代への不正出路偉人たちの配慮がどれほど深いものか分かりました。また国の未来を育てるのがどんなに神聖で栄誉あるものか痛感しました。私はこれからもキム・イルソン主席にまみえたその日の光栄を忘れず、次の世代を心から思いやる不正出路の偉人たちの気高い思想が具現されるよう一層頑張るつもりです。その配慮が忘れられません。産科病院の平壌産院の副院長、人民医師の称号を受けたパク・ソンスクさんの手記をお送りしました。